防衛省は昨日、韓国海軍駆逐艦が海上自衛隊機の哨戒機にですね、下機完成レーダーを照射した問題、最終見解発表しました。レーダー波の解析などで韓国側による照射明らかと指摘しています。根拠となる音のデータも新たに公開しました。韓国側が客観的な事実認定に応じないとして、日韓防衛当局間の協議打ち切りの方針を示しています。その防衛省がですね、公開

我らの母性からの音波です。かこれ火星から来てるわけじゃない火星って言いましたね、俺は何も言ってなかった。いやいや、この前おっしゃってた。そです。私はこれご時代にはですね、あの、歯医者さんで、あの、歯石を取る時の超音波の音だって例えたんですけどもね。あの、お、向かいのですね、タクシーの中でずっとその、あの、えー、寺島さんですね、音毛を聞いていて。申し訳ない。あの、多分ずっと練習されていい、不快な音を立ててして。いやえ、ま、今、あの、お聞きいただいたのが、 本物で,すで、すであの、防衛省が公表したデータでは、b という音が継続すると、同時に、この公表した、え、一般的な捜索レーダーは、ピッピッと、え、継続、あの、この断続的というか、そういう感じなんですね。止まってるえ、ダーッと流れてるのが、この火器管制レーダーで、そして、ピッピ ピッと間,間を取るののがこの捜索レーダーダと言われてますで、最終見解は、レーダー照射問題に関する韓国側の一方的な主張に対し、客観的な事実を示して反論したと。で、照射の事実については、防衛省の専門部隊が、レーダー波の周波数、強度、強さですね、あと受信の波形、波の形、これを解析した結果として、一定時間継続して複数回照射されたと結論 論づけていますで協議を継続しても真実の県で究明に至らないと協議打ち切りを表明しました自衛隊側がですねあの防衛省の方がですねこの防衛省の最終見解ですけれどもあとそれに伴う問題の協議打ち切りですこれ田中さんいかがでしょうえあの。 いいんじゃないですかね。はい、こういうやり方ね。<い>あの、僕はね、賛成してるんですよね。はい。あの、いつもね、こういった、えー、問題が韓国側と起こるとですね、はい、日本の態度って、<い>なんか中途半端な形で終わったりですね、<い>もう、えー、場合によっちゃね、いきなりこうね、えー、 日韓の友好のために、みたいな感じでね。なんか、こう、打ち切りみたいな感じなんですけど、これは明らかにね、あの、打ち切りは打ち切りでもね、違いますよね。もう、サジ投げて、圧巻ベしてるような感じですか、こういう職あるから、はい、終わりってことですよね。もうね、あの、ね、何とかするみたいなね、そういう話になってるんで、こう、なんて言いますかね、まあ、日韓との間で、防衛上は一応協調があったんだけれども、このレーダー照射を韓国側から受けた っていうことでね、えー、まあ裏切りですよね、格好付きの。えーはい、でそれに対して、えー、まあ。 日本側は、動画の公開だとか、今回の音声の公開とかね、え、ま、疾病返しをしていると。はい。え、てね、あの、経済学的にはね、もう、いいやり方ですよ。あ、いいやり方もう、相手が、あの、裏切ってきたら、それに対して疾病返しをするっていうのは、長期的な関係をね、構築する上では、かえっていいんですよ。相手はもう、あの、なんか裏切ったらやり返されるんだっていうことでね、あの、慎重になりますから。そこでね、あの、中途半端に、 韓国も反応してまして、昨日の夜ですね、根拠資料を提示せず、電磁波の接触音だけを公開した後、事実関係の検証のための両国間の協議を中断するとしたことに深い遺憾を表明すると発表しています。あと、この日本側が示した音声については、実態のわからない機械音と主張し、 ししてて改め日本に謝罪を要求たと。まあね、あの、韓国のね、謝罪要求ゲームにね、ええ、まあ、あの、ちゃんとね、あの、ええ、対応していくという、これは重要なんです。先ほど言ったようにね、あの、中途半端に、ええ、なんて言いますかね、謝罪要求に対して、和平のためにっていう感じでね、例えば昔あの、尖閣諸島に、ええ、なんかあの、不法な漁船が来ましたよね、で、船長逮捕して、で、なんか曖昧な形で返しちゃったじゃないですか、 日中の和平のためみたいな感じで、あれも最悪ですから。あれでやると、こうね、まあ、次回も、次回もや,るやったろうかっていうふうになっちゃうんで、そのためにはね、あの、やはりこう、長期的関係のためには、こういった相手方が、あの、まあ、協調をね、あの、裏切るときには、疾病返しをするっていうのは、経済学的にはもう、これ、結構いいことなんですね。ええ、まあその他のニュースとしては、産経新聞には今日、日露首脳会談があるというね、こういうニュースもあります。 で、産経新聞が行った調査によると、北方領土問題について、進展すると思わないとの回答が7割超えていて、進展すると思うが2割ほどにとどまったということなんですね。え、北方領土めぐっては、ハボマイ軍島とシコタン島、この返還を軸とした2島返還プラスアルファ論も報じられるようになってきています。しかし、ロシアは最初から1島たりとも返すつもりはないと、まあ、こういう指摘もあると。この今日の午後ですね、えー、 モスクワでプーチン大統領と安倍総理大臣は会談を行いますけれども、これどうなっていくのかですね。そうですよね。えー、まあ、あの、日本にとってね、はい、いい結果になることを祈ってるんですけど、